トラックが弁当から出たぞ。お前いつかそんなこと言うようになったんや。一緒に山ガヤツしたかった。チャンネル登録はまだお済みでない方、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。近くの人と話せるアモングアース。マップ内で近くにいる人だけと会話が可能。セキュリティカメラで監視中は映っている人の話し声も聞こえ、コミュサボ中は声が聞こえなくなる。インポスターのみコミサボ中も近くの声が聞こえ、霊界の声も聞くことができる。いつもと一味違うアモングアスでオラフ君は勝利を収めることができるのか。じゃあ皆さん行きますか。すみませんね、ありがとうございます。はい、お願いします。このままで行こうか。タキオさんいます？タキオさん、タキオさんいる。これあの寝ろちゃうよ。そんな寝ろちゃうよ。タキオさんトラレギナー寝ろちゃう。そんなネチョネチョなっぽいじゃないだろ。寝ろちゃう。寝ろちゃんに怒られるぞ。ふざけすぎだろ、こいつら。やばい。ネット一切声出てる。なんかネロちゃんの声全然違うよ。いやマジでさ、誰今ネロちゃんの真似してたやつ。セイキン TV だったからな、マジで。やべ、セイキン先生。どうもネロちゃんです。とりあえず話すことはない。セイキン TV 俺ブロックされてるかな。あれ、オラフ君だけ。オラフ君だけ本物。これブロックされてる。あ、本物っすよ。オラフ君だけ本物でよ。それも偽物だよ。いや、本物かもしれない。よくわかんないけど、わけわからん。全然似てねえし。全然似てねえし。全然似てない。これ、マシャカリさんは本物これ。俺は本物だよ。あ、本物。初手ボタンしっかりやっぱ先端さんが押してくれるんだ。あっ、今いなかった。何やってんの。やめろ、言動まで真似するな。やめろ、言動まで真似するな。姿だけしとけ。誰だっけ、もう一人。やめろ。マシャカリさん本物だろうな。本物少ないな。うん、誰も真似しようと。スナパイさんってどんなことしてるのかわからんの、これ。スナパイさんはね、わからんな。あ、偽物だ。偽物じゃねえよ。オラフ君、これこっち、これ。何？オラフ君、この人今フェイクタスクしてて。マジで？うん。フェイクタスク。フェイクタスク出してましたね。全然見てねえ。マジでエロちゃんファンに怒られそう。おやるま。セイキン TV。ここは覚えてるか。ああ、なんか。家庭です。センターが死んだ。あ、センターが死んだ。センターさん。どこだ。センターさん、さっきあのマシャカリリンでしょぼすけ。嘘。は。待ってない。展望だよね。展望。マシャリンしょぼすけは展望。展望。無理ってこと。まあ最終には自分が死んで。キッチンで死んでますよ。バリバリいけるやん。おい、いけんじゃねえかお前ら。おい、やってるだろ。にあの貨物の通路のところで、あの罵倒されてました。誰に罵倒されてたん？え、センターさん。センターさん。それいろいろと、あ、夏で語弊があるな、その言葉は。え、誰が怒られてたの？ふーちゃん。あ、じゃあふーちゃんがやったんだろうね。怒られたから。なめんなって。怒られてから。なめんなって怒られるの。え、死体ってキッチンですか？キッチン。絶対じゃ違うじゃん。本当にキッチン。南昇降機にいるんすよ。うん。昇降機はどっち側？うん。え、昇降機？昇降機はどっち側ですか？昇降機の右にいます。あのヌンが右に行ってるので、それが照明です。ああ、なんで移動したの？なんで移動したの？本当にキッチンなら最終たどり着いたのがわらわなので、しょぼすけ殿とマシャカリ殿に白は出せる。そうか、うん、どっちか電気消したから出せないんじゃない？どっちもっていうのは輪廻して。ちなみに、アルマオラフはシャワーに言うんで絶対無理です。僕は見ててマシャカやってて、で輪廻さんが来たって感じなのか？多分そうだと思う。輪廻先に多分展望いましたよ。え、そうなの？うん。
なんかね、割とね、ほぼ3人同時だったんじゃないかな。僕も正直分かってなくて。え、竹尾さんとはっちゃんどこ行ったんだっけ。だから僕は正直、マシャカリリンネはもうほぼできないと思って白出せますけどね。ね誰まあ、はっちゃんはエレキで見てるから。まあ、まあ、見た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 。無理な気がする。竹尾先生、俺コメで見た気がするな、一回。俺は武器庫の上で。なんかよくわかんねえから、どうかするわ。なんかよくわかんねえ。竹尾剣士でやってんだ。そういうことか。え、結局あれはキッチンの誰なの白は。ああ。ああ。オラフ君インポスター？俺来るよ。ぐらい。なのでね。よし。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。はい。ヘルクエルタイムあともう少しで解除されるので待っててね。え？もう少しだからちょっと待ってね。マジか。怖い怖い怖い。あと10秒じゃあ。あと10秒。10、9、8。いいのか？あ、今キルクールタイム貯めてたらしいっすよ、竹尾さん、リンネさんが。あと10秒あるので大丈夫じゃ。あと10秒。オラフ君。はい。どうしました、竹尾さん。リンネさんが？あれ？やりたい。ん？よし。え、何言ったんですか？え？リンネさん！え？え？スナペ。あれ？どうした、オラフ君？停電直したの僕です。誰やねん。え？オラフ君どうした？いや。さっきリニーさんいたんすよ、シャワーに。シャワーにいた。一緒に竹尾さんと二人で配線してて、リニーさんもいて、で、リニーさん、シャワーの下通った時に、死んだんかな。とりあえず竹尾さんは無理っすね。あ、無理なんだ。一緒にいたんで。うん、あれ？マシャカリさんできないと思うんだよね、僕。俺宿舎前通路行ったからなんてエンジンからそうだね上の方に行った気がして停電だったから分かんないけど、ね、だから停電切り返して下行ってたら俺して分かんないって感じ、うん、え多分リンネさんってメイン方向行ってるんじゃない あじゃあ俺してショボスケ全然行けるわえメインメイン方向行ってんので僕でもエンジンから左抜けたあ左抜けたんだあでもそのままなんか僕視点だったらもうマジで直近なんでうん、シャワーで降りた瞬間にも殺されたぐらいの時間かなって。まあ、メイン方向行ってるってことでしょシャワーから。一応ね、うん、僕がエレキからメインに上がったところくらいで終わりなんですよ。で、一応そこではレポートは引かんなかったです。行けて真ん中ぐらいだと思うよ、ね。じゃあ、アルマくん嘘ついてると思いますよ。僕今、エレキの階段の下からちょっと右に行ったぐらいで終わってるから、どっからエレキ入ったのアルマくん。貨物診察エレキ。てか、停電中だから見えなくて当然じゃないそこだったら。うん、え、うん、エレキの階段上がってちょっと上のとこくらいで終わりでレポートは光ってないです普通にうまいキルだってことなのかこれはマジかもっとわかりやすいキルしろよ本当だしかもなんだからよ本当だよ手抜けようめえな手抜けまあ、えマジでわかんねえな僕と竹尾さんの二郎がない限り竹尾さんは無理ですねこれうまいななんかよくわかんねえから自動票するわおとね毎回それやんそれ毎回それやん2票も入っとるバカだな、うん、これ入れたやつはバカねえやつふんふん歌をした理由とか言ってなかったあ、電気消えてる消してる消してるこれやるときはいつどこ行ったおっときはさんオラフ君オラフ君オラフ君はいどうしましたアーカイブの上の扉ああもうどうしましたアーカイブの、はいはいはい。下の扉閉まってたから、やっぱり下でしょ。下に置いたっぽいよ。うん、絶対下に通ってますよ。ええ、下に下ったシーン、あれは見えたんでね。よし、ボタン押しに行こうかな。ボタン押すか。
竹雄さん、インポスターじゃないっすよね。よし、ちゃおう。よし、押しますね。2-3-2-3-2-4-3-2-2。内房いいっすね。怖い意味なかったわ。さっきも誰なんだ、キル。うまいな。でも、竹雄さん。したね。右、アーカイブの上の扉、あ、下の扉閉まってたんですよね。アーカイブの下の、シャワーの上の扉が閉まってたから、そっち方面には絶対行ってなくて、なると、シャワーの下の方に下ってったから、メイン行こうとして下がったところで切られたっぽい。うん。オラフ君と太陽さんって他の人間は見てないですか、その辺で。見てないですね。3人で一緒にいて、途中でリニーさんが下の方に下ったのまでは見たんすけど。むずい。ラフ君ってエレキ行かなかった？エレキ行ってないっすよ。竹雄さんからそれは。あ、さっきのターンは行きましたよ。ああ。が起きた時は、オラフ君は無理。はい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 。店内に取られてたから。レポート光ってないし。むずこれ。でもリンネ、さっきの停電のキルもリンネさんが死んだってことはリンネさんではないとか。てか、だったら僕、ショボさんの白出しやすいんだけど、リンネ死んでくれたら。まあそうだね。うん。そうっすね。まあそこの3人がもうほぼ同行してるから。いや、わかんないな。え、これ、近間も、近間もだよね。すげえいいキル。近間もだよね。めっちゃ。いけるやん。タスク2個です。早いね、さすがネオちゃん。いやでもタスクガチが一番丸そうだけど、ね、それは困るな、マジか。まあ困る。相当時間あったと思うんですけどね。あ、そうだね、いけるね。いけるいける。いける。大丈夫っす。え、まさかさん、画面上に10分の何って出てます？いや、それ、もっと入れてないで分かんないですね。はい。ちょっと急タスクでコーラ、急タスクでコーラ一気飲みしないといけないから、早くちょっと頑張りたいんだよな。急タスクコーラ。しかもに。オラフ君。泣く。竹雄さん、また竹雄さん。いる？あ、ほら。うん。こんちゃっちゃ。オラフ君が弁当から出たぞ。おオラフ君が弁当から出たぞ。お前いつかそんなこと言うようになったんや、アルマ。おう、お前、そんな裏切りって人。ふざけんじゃない。ちしょんなよ、おら。オラ君。あ、こんちゃっちゃ。こんちゃっちゃ。あ、これキル起きてそう。アドミン行きます？どうしよう。よいしょ。エンジン2丁あります。エンジンメインだけちょっと見た方がいいかな。行きましょう行きましょう。アーカイブでは死んでないと思う。うん。お死体だ。中野アルマ。中野アルマだ。アルマくーん。中野アルマ。え、アルマ白。アルマ白。マジか。俺は正直アルマさんだと思ってました。さっきのシャワーのキル、そのメイヤーさんから怪しいって言われたから。初手キルの容疑もあったしね、うん、若干。うん。まあ、シャクリさんって本当に、コスケさんの白出せるの？いや。さっきもショボスケ言ったんですけど、100は出せないです。ただ限りなくお互い90ぐらいなんですよね。僕もわしゃがりさんなんじゃないのってさっきコックピット倉庫で話してて、そう100白は出せないですよ。エンジで2キル目もわしゃがりさんが展望から U ターンしてメインにキルしてたらできるし、わしゃがりさしても多分僕が同じこと言えるか、同じ同じ全く同じ。エンジンの左から右に U ターンして殺してるって可能性は全然。そう、僕はわしゃがりさんが上に行ってるの見えてて、僕はそのままエンジンからコミュニケーション方向に抜けてるから、お互いにそう切り返してたらいけるとって感じですね。うん。
ラフ君って停電起きた時に展望来たじゃん。はい、行きました。えってどこから来た？アドミン見てて、で、キッチンの方行きましたよ。キッチンに位置ついてたんで、したいかなと思って行ったって感じですね。なんかでも、正直僕視点だとオラフ・タケオの二郎なのかなっていう、マシャカリさんを追うか、オラフ・タケオの二郎なのかなっていう。オラフ・タケオの二郎だったら、そこで、あ、ボタン押さないんじゃない、うん、まあ、オラフ・タケオ、まあ一応あるっちゃあるか。客観視点。他に人がいた可能性ってないですか、さっきのそのシャワー。こっちの機能は詰めやすいですか、アーカイブいた人たちって誰ですか。アーカイブ4人いました。メーヤー、ミナミ、ミナミ、ショボスケ、ハッチャンが抜けてった途中で。はい、ハッチャンさん抜けてない、抜けてない。抜けてない、抜けてない、まだいた。じゃあ、シャワーとか。じゃあ、3人だ。4人いた、4人いる。だから、タケマシャ、オラフ。エンジン1、メイン1位でアーカイブ4みたいな感じだったんですよ。うんうんうん、で、エンジン行ったら死体だったっていう感じなんで。あ、メインにいた人か、オラフくんかなっていう僕目線はね。タケオさん、オラフくんもあるんか。まあでも。いたら、ハッチャンさん、うん、かな。ハッチャン、ショボスケか、アルマくん。アルマくん、ドライヤーの音聞こえたね。アルマくん、アルマくん、何がアルマくんだ。一緒に一緒に山で脱したかった。おい、泣くな男だろ。本当に。泣くな男だろ。うるせえ、うるせえ。ちょっとは生えてるわ。ちょっとは生えてるわ。オラフくん来た？ないか。オラフくん、ああ。ああ、よかった。コメサム中だから。コメサム中だから聞こえないよ、クルーメイトに。よかったね。こら。コメサム中だから聞こえないよ。なんでもいいって言うわけじゃないんだ。コメサム中だから聞こえないよ。いけいけ、風ちゃんの悪口、風ちゃんの悪口。怖い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 。おお、ナイス。はい、ナイス。リンネ、リンネ落ちちゃったけど、まあ大丈夫か。大丈夫、死んでるから。オッケーオッケーオッケー。竹尾さん視点はオラフくんかハッちゃんのペアなんじゃないかなって、うん、アドミンで言うとね、うんうんうん、まあ、ただ僕がアドミン見た時はエンジンルームついてなくてキッチンが1の状態だったんで、なんかまあ例えばアルマくんがメインからエンジンに行ってて竹尾さんがベントで飛ぶっていうのも、まあ、僕がコックピットから見てないタイミングではあるんで、うん、僕目線も竹尾さんの城は取れないって感じ、うん、逆もしかりで竹尾さんから僕もエンジンで切ってっていうのはあると思うんで、うん、まあいいでしょう。タスク終わりました。タスク小助南風は無理ね。無理だと思う。まさかれも無理なんじゃない。僕はハッちゃんが展望から来たから、その後、その手前の行動とかわかんないから、キルしてヌーン乗ってきてるとかだったら俺ハッちゃんできちゃうけど。ヌーンは使われた感じなかったと思うので。あ、ほんと？じゃあハッちゃんもできないのかな、はい、まあ、あとは薄いところで弁当ガチでキルうまいな。弁当はできるかも。シャカリさん白っぽいね。なんかキルうまいなとか言って、自分のことをこれでキルうまいって言ってたらめちゃくちゃ面白いもんな。うん、めっちゃ痛いじゃんそんな。まあこれオラフタケオかショボスケハッちゃんかの二択みたいな感じになってるのショボスケはマジでね、初手キル超白いんだけど、電気消えてたじゃないですか、でワンチャン右にずらしてぶっ殺して合流した可能性はあるから俺目線。でもそれだったらマシャカリ光るんじゃない。いや俺はずっと扉越しにいたからショボスケが一瞬離れたで、俺リンネの声しか聞こえなかったからあの時。うん、ショボスケは俺的には可能性はある。いや俺もね、マシャカリはそこは外せないんだよね。だからそう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 、ここお互い外せないと思う。限りなく低いけど。ただだとしたらお互いにキルうまいねってやってる人同士だから頭おかしいっていう。確かに。タスクどんな感じですか。ああ、俺マシャショボだったら笑っていいよ。ああ、もうすぐ終わるよ、多分ね。ああ、まあ、オラフ君っぽい気がするけど。タケオさん、僕を疑ったらどうなるか知ってますか？怖怖すぎる。希望に来たん。ジョウスケさん。さ
1、2、3、4、5、6、7、こっちこっち。オラフ君、オラフ君、オラフ君。3キルしよう、3キル、3キルしない？よし、3キル行きましょう、行きましょう、勝ちましょう。ビクトリーロードへ、有名のビクトリーロードへ。どこ見ちゃう？うるせえ。どっからどっから来るんだ？おい、早く来いよ。どこだ？竹尾さん！下ある、西大石。やったーくっそー、めちゃカメラ見えてるやん。てか、自分でだー。やっぱ自分で噛み切るって言ってめっちゃ痛いやつやん。しょぼーラフだよな。うん、そうだよな。しょぼすけで、ね、確か、しょぼすけ右にずれて殺したんでしょ、焦点。3キル勝ちじゃん。終わったかな。なんか、ごめんなさい、チカーモで勝ち、なんかいいキルしちゃって。落ちません。別に謝らんでいいからな。落ちません、なんかチカーモでキルちゃって。自画自賛してたもんな。これいいキルだなとかずっと言ってましたもん。動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。毎日17時に動画投稿しているのでぜひまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。